ワトフォードフットボールクラブは、イングランド・ワトフォードをホームタウンとする、イングランドプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。かつては、歌手のエルトン・ジョンがオーナーを務めていたことでも知られる。ホームスタジアムは、収容人数22,200人のビカレッジロード。1881年にワトフォード・ローバーズ、FC として創設され、1898年に、現在の名称となった。 1984年には FA カップで準優勝の成績を収め UEFA カップにも出場。その後は一部と二部を行き来するシーズンが続く。2006から07シーズンはプレミアリーグに復帰したが再開で降格した。2012年6月、イタリア人実業家のジャンパオロ・ポッツォによって買収された。ポッツォは新監督にジャン・フランコ・ゾラを招聘し、 ポッツォがオーナーを務めるウディネーゼやグラナダからレンタル遺跡で選手補強を行っている。2017から18シーズン、現役時代はポルトガルで活躍したマルコシウバを監督に置き、遺跡史上ではバルセロナからジェラールデ・ウロフェウをバーンディ・ FC からアンドレ・グレー、他にもリシャル・リソン・やキコ・フェメニアを獲得した。2019から20シーズンは 開幕4試合で、勝ち点1しか獲得できず、2019年9月7日、ハビグラシア監督を解任し、かつてチームを率いたキケ・サンチェス・フローレスが復帰したが、わずか1勝しかできず、12月6日に、シーズン3人目の監督として、ナイジェル・ピアソンが就任した。2020年2月29日に、ホームでのリバプール戦に3-0で勝利し、 リバプールのリーグ戦連勝記録を18で、リーグ戦無敗記録を44でストップさせた。しかし、最後の2試合に連敗し、同じく残留を争っていたアストンビラに勝ち点1及ばず、19位でチャンピオンシップへの降格が決まった。ホスター26、フェメニア21、キャスカート15、 ドーソン4ホレバス25ヒューズ19カップへ29ドゥクレ16ペレーラ37デウルフェウ7グレー18中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づくカッコ内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 県外選手を示す中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく中 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。